ペシ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 。もうそろそろいけんでしょう。お供は今どのあたりに来てんだ。ちょっと回収。わーい。コンボ途切れるか。あーやっぱね。まあ、いや、すぐ。コンボマックスまで行くからね。もうちょいもうちょい。はい。5000円のドリルか。うん、スピードのやつ、力のやつもうちょい安くいいんじゃないか。6000か。あ、じゃあこっち買おう。こっちの方が意外と高かった。ピクルスの美味しさに気づいた？気づけた君はもう大人。やったぜ、大人パワーで進めていくぞ。こうやってね、進みながらももうアタックできてたと。よしよし、体当たり体当たり。しかし体当たりするとこの画面が揺れるから。画面が揺れてるわけじゃないんだけどね。ただこれで35コンボでお金はどんくらいいく？同じく、あ、これいくらなんだ？多分、30とかそんなもんかな。うん、そうだね。30ずつ増えてる。じわじわと、お供が回収してる。じゃあ一気に1万ぐらい貯めて、今度はスピードパワー、攻撃速度と、この移動速度のやつだね。回転力もアップ。おお、早い早い。いいですね、ギガドリルブレイク並みの。もっとでかいドリルが欲しいけども。チャリ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 。30 30 30。いいっすね、すぐ溜まりそう。もうちょっとジェットっぽくなったね、これな。逐一全部買わなくちゃいけないってのがちょっと面倒くさいな。一個飛ばしとかできればね、何個か飛ばせればちょっと頑張って貯めて一気に行くなんてできると思うんだけども、じゃ結局全部買わなくちゃいけないっていうのが、まあどういうビジュアルになるかね、逐一確認できるっていうことはいいと思うけどね。さあがっつり貯めてきたぜ。移動のやつだけね、ちょっとランクアップさせたんだけど、まずは武器。チェーンソー、ゼンマイ式か。かっけえ、ドリルかチェーンソーになっちゃった。ドリルそのままでかくしてほしかったな。そして、パワー、ラーメン。やったぜ、次ピザか。さて、スピードも上がって、チェーンソーで、どこへしていく？お供をまず、ひとなぎしてから。お、早い早い、カリ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 。そういうあるんだ。もっとなんかさ、動かしてさ、ガリ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 ってさ、置き、置いてやる系かと思ったけども。普通に。そして力が上がったんで、40コンボで一つで50入るね。どれも1万何千とか次必要だからな。とはいえもう6000溜まってるからね。やっぱ力を先に上げた方がいいかな。ね、単価が増えるからね。攻撃速度とかね、この回転数十分もう速いから。でもさらに速くなるってことでしょ。いいっすね。インフレいいっすね。ただアップグレード費用もインフレしてるわけだから、まあ1万6000目指してまずはちょっと放置だね。いや、ほんとあっという間だったわ、たまるまで。ピッツァ、次は80とか75とかそこらへんのか。20ドル札なのかな。で、お、金貨になったのか。100だ、やったー。1枚で100。これね、密着しすぎちゃうと、取れるのがさ、音も含め、取れるものがちょっと少なくなっちゃうから、できるだけね、離れたところから、ただ離れすぎちゃうと、ヒットがカスッカスってね、たまにしか当たんないから、ちょうどいい場所を見つけて、削っていきましょうっていうか、そろそろ削り終わりそうだな。どうしようかな。この塔を倒してから、というかもう本来倒れてるよな、物理的にこれは。倒れてから、行こうかな。もう2、3段階あるかな、壊れるまでは。ペシ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 。次なる武器は？おー、かっけー。なんか FF に出てきそう。大昔のとある英雄が、とある秀夫が使った剣の複製品。おー、
本物が手に入ったりもするのかな、そのうち。次は、お、ブースターが反重力を発生させる究極の、え、ここで究極ってことは次は何なんだって話だよな。フリー様が乗っている、おほほほ行きますわよって感じだな。仲間そろそろ、あ、1万2000だから買えるね。じゃあ次ちょっと音も1人増やそう。おお、かっけーもうすっかり勇者だな。そしてこの上を見てもらえばわかるけども、スムスピの速さよ。そしてこの回転力、おお、ケイデンスを上げろペシペシペシ、山のように金が、おお、そして俺がベチョン、やったぜ。で次の塔、おお、なんかちょっとかぼちゃっぽいね色だけかな。じゃあ1万5000なきかな、貯めたら音もゲットしたいね。1万2000だった。こいつはなんだ、飛べない象はただのお供は2人だけなのかね。うん、もういないしスワイプできるけどこれいないからね。力増やしたよな。次の兵器2万か、飛んでるじゃんゾウはあの子より到達が早いんだね。で空中飛んでるから、この上に吹っ飛んだやつをキャッチしてくれると。もうちょっと離れてくれてもいいんだけどな。てかあの子ウサギだっけ、遅いんだね来ないし、なかなか。でも4万超えてるし、あ、ようやく来た。でも俺もう次のお買い物行っちゃうよ。いちごのショートケーキが1番、いちご一振り、まだ買えるね。1万5000、次のっていうか次の次のやつ買えるのにこういうのがな。わあ、次のやつかっこいいな。1万3000、移動1万2000ぐらいでやってくれれば。うわあ、2万だった、そうだったさあこれでどんどんコンボを重ねて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 50コンボ。お、エメラルドみたいなの出てきた。エメラルドが150か。ほうほう、もう次の剣変えるな買いちゃおう。あ、いや、もうちょっと貯めて剣と速度のやつ両方だね。2万と1万、7500だからそんなぐらいやっけ。もういけるね。今までの武器を研究し初めて独自開発した。なるほど次鉄砲になっちゃってる。まあいいや、行きましょう。スイーン、行きますわよ、ゾウさん、ウサギさん。さあそこで U ターンしてもうなんかこっちの方が悪者に見えてきたよいいですね。そしてようやくね、半分を超えたってところですね。よし、じゃあこの速度だったらこの塔の破壊までいけるか。ちょっと頑張ってみる。あとちょっと、あとちょっと、もう数センチしかないぞ支えてるところ。よーし、ドゴーン、ヒュ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 、オーバーキル。あ、近い近い。まあ近い方がいいんですけどね、戻るのに。ここはなんだ、歯車の城みたいな魔女が住んでそうですね。さて、おっと、ちょっと止まりそうまあ再起すれば治るんでね。てな感じで40日目で半分ちょい超えましたって感じですな。まだまだ先は長いぞ、多分。